新潟県立奥田ダミレクリエーション都市公園は、新潟県魚沼市、南魚沼市に整備された県立公園群。6つの公園からなる。指定管理者制度により6つ見グループが管理、運営を行っている。広大な奥田ダミ地域の中から重点的に整備を進める地域として7拠点が定められ、国定公園の特別地区にかかる奥田ダミ。 銀山平地域と浅草だけの一部を除き、国土交通省の都市公園事業を中核として、1985年度から7拠点のうち6拠点において事業が進められてきた。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、セレブレーション会場となった聖火ランナーは、公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて、組織委員会は、スポンサー企業4社と、 各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に、延べ53万5717件の応募があったと発表した。南魚沼市浦佐、国道17号浦佐バイパス沿いに位置する。園内には、越後ワイナリーと、その直営レストラン、池田記念美術館があり、池越しに八海山を拝むことができる。魚沼市ヒミゾ、小出インターチェンジに隣接して位置する。 園内には、小出協文化会館やイベントで利用される、雪のコロシアム、里山生態園などがある。冬のイベント、魚沼国際雪合戦大会の会場ともなっている。メディアを再生する、魚沼芝桜祭りの空撮映像を魚沼しねごや、堀の内インターチェンジに隣接して位置する。 魚沼の里山公園の創出をテーマとし、約20万株の芝桜広場や自然観察遊歩道が特徴的である。魚沼市、大湯温泉の玄関口に位置しており、広場や庭園が設けられているほか、日帰り温泉施設や屋内運動場、アリーナなどを備えた交流センターゆっぴがある。魚沼市須原に位置する。国の重要文化財、メグロ亭と一体で、 ふるさと空間を創造する公園として整備された。目黒亭などの歴史や昔の暮らしに触れられるエリア、上野山植物園や蛍池などの自然を感じるエリア、遊具や広場で遊べるエリアの3つから構成される。公園に隣接して、スハラスキー場が位置する。浅草岳公園の紅葉を沼し大白川に位置する。スモン岳や浅草岳の麓 ハカン川ダムの湖畔に位置しており、国民宿舎浅草山荘の周囲に広がっている。ありがとうございます。